オーラブスンではノルウェーの陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックのやり投げで銅メダルを獲得した。オスロ出身のスンではアムステルダムオリンピックとロサンゼルスオリンピックの連続2回オリンピックにノルウェー代表として出場している。アムステルダムオリンピックのやり投げは18の国から28人の 選手が出場して8月2日に実施された。選手たちは4つの組に分かれて予選を競い、上位の6名のみが決勝に進むことになっていた。スンデは2投目で63.97メートルを投げて予選3組の1位となり、全体でもスウェーデン代表のエリック・ルンドクビスとハンガリー代表のセベシュベーラに次ぐ3番目の成績で同日の決勝に進んだ。決勝でのスンデは、 記録を伸ばすことができなかったが、ルンドクビスとセベシュに続いて3位を守りきり、銅メダル獲得を果たした。ロサンゼルスオリンピックのやり投げは、7つの国から13人の選手が出場して8月4日に実施された。この時は予選なしの決勝のみであったが、スンでは前回の記録に遠く及ばない60メートル81センチの投敵しかできず、9位に終わっている。 スンでは、ノルウェーのやり投げ国内選手権で、1927年から1937年にかけて9回優勝した実績を持っていた。彼の自己最高は、1932年6月にビスレットスタディオンで記録した67.04メートルだった。その後、1985年に、記事のオスロで死去している、オリンピックアスリートズ防ニンオスロ、オスロ、 ノルウェー2012年11月16日閲覧。ノルウェーアスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズ2012年11月16日閲覧。AB ザナインスオリンピアードアムステルダム19282012年11月16日閲覧。ノルウェーアスレチックスアットザ1932ロサンゼルスサマーゲームズ2012年11月16日。 閲覧。AB アスレチックスアットザ1 9 2八アムステルダムサマーゲームズメンズジャベリンスロークオリファイングラウンド二千十二年十一月十六日閲覧。アスレチックスアットザ1 9 2八アムステルダムサマーゲームズメンズジャベリンスローフィナールラウンド二千十二年十一月十六日閲覧。アスレチックスアットザ1 9 2八アムステルダム サマーゲームズ、メンズジャベリンスロー2012年11月16日、閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス、サマーゲームズ、メンズジャベリンスロー2012年11月16日、閲覧。ノルウェージャンチャンピオンシップスインジャベリンスロー。2007年3月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年11月17日、閲覧。 ノルウェージャンオールタイムリストジャベリンスロー。2007年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月17日へ閲覧。ありがとうございます。